それでは、イースタングリップの特徴についてお話をしていきたいと思います。イースタングリップの特徴というのは、高い打点ね、まずは。高い打点で手首の動きを、可動をスムーズにしてくれる。もしくは、下ね、アンダーストローク。で、手のひらと自分の手の動きと同じ動きができるような、素直に手を使っていくと打ちやすいグリップがイースタングリップ。だから低い打点、弾まないボールね、弾まないボールとか、より弾んだ一番高い打点、サーブなんかもひっくるめてね、そういったところのボールを打つ、もしくは手首を地面方向にゴルフのように置いた時に、そのまんま素直に手のひらを見せていくと、イースタングリップっていうのは自然と順回転がかかってくれます。ちょっとイースタンっぽい人はバックの低い打点を打とうとすると当たらなくなっちゃいますよね、面が。よっぽどひっくり返してもこうやって、あ、ちょっとグリップがイースタンっぽいなっていう人はアンダーストロークは気をつけないといけないでしょ。もしアンダーストロークにヒットポイントの一番いいポイントがあって、もしくは遠くても面を変えて打つんだから、しぶといっていう、低いボールとか遠いボールの時ほどカットがかかってきやすいし、ボールがね、打ちやすい。高い打点も手首をしっかりと使えるので、コースがいろんなところに打てますよと。だからそういうようなグリップチェンジをして打ってくる全員のスマッシュなんかっていうのは、いろんなコースに来やすいですよっていう予測が成り立ちますよね。次にウエスタングリップの特徴です。まあイースタンウエスタンっていうぐらいですから、イースタングリップと逆ですよね。特に右側にずれてる子っていうのは、低い打点を打とうとすると面が 下を向いてしまうので打ちづらいんです。その代わりイースタングリップと逆で、高い打点にはシュート回転がかかりやすいので、ボールが落ちやすい、威力がつきやすい。当然そのままのサーブとかスマッシュ打つとリバース回転になりやすいわけですよね。で、こういうグリップをしている人の特徴っていうのは、自分から見てラケット面が必ず外を向いています。外を向いた状態でラケットが出てくるので、その時に出るボールはシュート回転かかりやすいですよね。だからこういうグリップを持っている人は、基本的には流す方向にボールが打ちやすいんだという特徴が、もうこのグリップから現れているわけです。この状態でクロスに引っ張ろうと思うと、ラケット面は必ず寝ないとこっちには打てません。しかしラケット面を横にした段階で低い打点を打とうとしても、ネットしやすい。だからこういうグリップの人とやるときには、低い打点で打たせましょうとか、高い打点で打たせると威力のあるボールがあるけれども、低い打点はミスしやすいですよねっていうことがあるわけです。でも自分イースタン系統でグリップで打とうとした場合、クローズスタンスをした場合には、そのままラケットヘッドが走りやすいので、後ろの動きがシンプルに出てくるはずなんです。しかしストレートに打とうとした時には、一瞬手のひらを返さないと低い打点を流す方向に面を向けることができないので、一度こちらでスイングになってしまいます。ですのでイースタングリップの人の特徴っていうのは、ラケット、後ろでラケットが変わらなければ引っ張る方へ、一度ラケットが引かれるとストレート方向に打ちやすいという特徴を持っています。オープンスタンスになるとクロス方向には打ちやすいんですが、ストレート方向へ打とうとすると面がなくなりやすいという特徴もあるので、そうなった場合には右奥の遠いところに打たせるように仕向けていくか、もしくは高い打点で離れていくようなところに
打たせるとロビングが出やすいというような特徴を持っているんです。で、遠い時には面を開きやすいですよね。面を開いて当てやすい、当てて返しやすいっていうのがイースタングリップの特徴です。違いますか？そう思いませんか？やってて。じゃあ次にウエスタングリップで打ってみましょう。極端なウエスタングリップですね。先ほどと同じように、イースタンと同じように踏み込んで打ってみてください。なので背の低い子や非力な子たちはグリップを右側にずらしやすい。で、できるだけ低い姿勢を保って高い打点にして面をかぶせた状態で打ってくる。そのままの面で打ってくるのでストレートも打ちやすいというのがウエスタングリップの特徴です。しかし打点が中に入れば入るほどこのグリップですと面を作ることができません。なので相手のボディに詰まらせるか、もしくは相手に離していった低い打点にするかというところに相手のこのグリップの弱点が出てきます。そういったことを頭の中で理解していくと、あ、この人はオープンスタンスで打ちやすいんだな、ならばわざと回り込ます方向にボールを集めてみようとか、いやごめんなさい、逆ですね、わざと右方向に打たせて低い打点にしてみようとか、回り込む高い打点に威力があるのでそこにはできるだけロビングを打たないようにしようとか、逆に厚いグリップの人にはバックの低い打点で打たせるように配球をしてみようとか、ローボレーに来ても一緒ですよね。いろんなプレーにそういうような特徴が一番現れやすいのがグリップとスタンスということです。そういったこともしっかりと見抜くと、あ、相手の弱点がこういうところにあるんだよね、例えばローボレーならば、例えば後ろのストロークならば、例えばネットプレーならばっていうことが予測しやすい。そう考えますと、グリップによって自分のヒットポイントが打てれば捉えれる位置に打ったんであれば、どこに一番ボールが飛びやすいんだろうな、ならばそちらをさっきの動きで防ごうとか、防ごうか、防ごうとする努力とか、もしくは前に行ってもこっちに飛びやすいよね、逆にここには来ないんだから、そちら側を、そちらが飛びやすいところにポジションを取って苦手な方にボールを打たせようかという一つの戦法が、作戦が出てくるわけです。後ろにいようとも前にいようとも。意味わかりますか？っていうこともしっかりと把握して、で自分も自分自身の特徴も把握して、そういうようなところには配球させないように努力をしないと、ゲームの中ではやはりミスは減らないですよね。で最大限それらを今度使っていって、こうどういうふうに攻撃にしていくのかというところが一つのポイントになっていきます。